おはようございます。今日はかなり寒いです。この日は寒くて霜が降りていました。北海道では早朝にけあらしが見られたとニュースになってましたよ。紅葉サップに来ました。休みとコンディションがなかなか合わなくてちょっと来るのが遅くなってしまったんですけれども、今日は風もあまりなくて天気もいいのでのんびりサップしていきたいと思います。水位が低くなっているので前回見れなかったものが見えるんじゃないかと期待しているんですけれども、早速見えましたね。前回見えなかった道路がめっちゃ見えてます。まだ今下見の段階ですけれども、あそこすごい。前回見えなかったんですけど道路と旭沢橋梁でしょうか、あそこに小さく見えてますね。そしてそこからずっと道路が走ってるのが見えます。この前全部水かぶってたのにあの辺に遊歩道のようなものが見えて、ずっと奥の方まで道が続いてるの分かりますね。おーすごい。そして今日気温低いので湖の上に水蒸気、けあらしっていうんでしょうか、もやもやーっと全体的に湖の上にもやもやがあります。それでは行ってきます。すでに道路が通行止めになっており、鹿島長後公園の駐車場からサップを持って下まで降りました。距離がかなりありますので、やっと到着しました。サップをする前にヘトヘトです。長かった。今日は水位が 1-2メートルほど前回より低くなっているので、あそこ道路見えてます。でここずっと道路が水没してって坂道が続いているようです。それではゆっくり出発していきます。後ろに映っている車は測量中の関係車両なので一般の車はここに進入できません。それにしてもセミドライでサップ片手に長距離の移動は辛くてヘトヘトです。目の前に見える大きな橋が白金橋です。この橋を越えて左手に行くと道路や橋が見えます。この橋は実際に見てみるとすごく大きいのでとっても迫力があります。どうですか、すごく太い柱です。ところどころ水位の跡が残ってます。橋の下をくぐり抜けると左右には森が広がって紅葉が見えてきました。湖の水面も鏡のように景色が映ってとっても綺麗です。シューパロ湖は水が濁ってますがすっごく大きくて朽木林や構造物を探索できるのが楽しいダム湖です。水の中に障害物とかないか気をつけながら行きます。森の中からはたびたび動物の声が聞こえています。そして早速あそこ目の前に前回見えなかった橋を発見です。そして大きな朽木がしっかり見えてます。立派な朽木がたくさんあって湖に映るとさらに自然の芸術作品に見えてきます。この左側の立派な朽木がかっこいいなぁと気に入りました。前方にお目当ての橋が見えてきたので瞬間移動します。奥の上にかかっている橋が県道452号で、私の目の前にある橋が旧道の明石橋です。今日は橋の全体が確認できますが前回はこんな感じでした。橋はほとんど見えずにかろうじて奥に旭沢橋梁が見えるだけでした。ダムに沈んで過酷な状況にもかかわらずしっかりと形を残しています。ダムに沈む前の航空写真と現在地を確認するとこんな感じです。それではちょっと
上陸してみたいと思います。水位が下がった分いろんなものが出てきてショートカットできないので、朽木を避けながら上陸できそうなところを探してみます。外側から回り込むといい感じのなだらかな場所がありました。今日はフィンが短いので上陸もスムーズです。糸トンボが飛んでいます。お、動物の足跡を発見。昭和27年10月完成って書いてます。昭和27年、すごい昔だ。そしてこっちには赤しばしって書いてあります。昔使われていた橋です。前回来た時はここはもう水没してしまってましたので見れてないです。今日見れてよかったです。そしてあそこに見えるのが旭沢橋梁だと思います。昔使われてた道路と今使われてる橋が両方見れます。わお、足元がぬかつけて滑りました。よし、満足しました。本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいね、役に立ったよという方はぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画も見てください。失礼します。バイバーイ。